でも全然引かねえ。おー、おはようございます。今日はね、ちょっといつもとはね、ちょっと違う場所に来てます。で、ちょっとね、フォロワーさんと一緒に行こうって話になって、まああそこ浮島ですけど、遠いですね、いつもの浮島が。ちょっといつもより北側来てます。なんか徐々にこう横つながりというか、いろんな方と知り合って、こうやって初め単独だったのが2手で出るようになって、なんかこういうのは嬉しいですね。で、あそこ行こうか、あの根の方。よいしょ、来たかな。よし、ゆっくり。向こうの早いんだよな。今日ね、ツイッターでフォロワーさんと一緒に浮かんでます。で、まあいつもの勝山の方は、いつもの鋸南の方はあっちですね。鋸南で浮いてるのは浮島、浮島が見えます。さあ、5時、朝真面目。潮目がそこずっと入ってますね。ちょっと潮目沿い行ってみようか。やっぱあそこ漁船があるんだよな。うん、あのライン1キロか。よし、来ましたね。お、もう何やらこうベイトが映ってますね。なんか、あ、これ潮目か。クラゲかなこれ。一応ね、 Google のねマップのを見たらですね、こうそこ切り出し、この岬状になって、このあそこの正面に見える、まあ小さいですけどね、あそこにちょっと根があって、その辺がところどころ下に岩礁帯というか、まあ岩があるんで、まあその辺見つけたらマーキングしてやっていこうかなと。一応今日のテーマは根魚、まあカサゴ、畑、ちょっと釣れるといいですね。なんかすごい弁、これベイトの反応なの？どうなのかな？ちょっとジグサビキってやつをやってみますよ。こんな感じで下にジグが、待って待って、ちょっと一回下ろして、ジグが下にあって、でサビキが上にこう2つついてます。なんかベイトの反応あったところをちょっともう一回行ってみようか。ジグ、もうちょっと釣れそうなジグの方がいいのかな。なんか非常に釣れそうな、
一気に 15m。 もしこの辺、お、一気に 20m いったぞ。もう駆け下がってる、駆け下がってる。ここちょっとすごい、一気に 23m まで落ちた。ここの駆け上がり、ほらクワーッと、ここ急進だね。あら、ベイトの反応なくなっちゃった。お、なんか来た、なんか来ました、来ました。なんだろう、ジグサビキ落としてすぐ来ました。落としてすぐな。おーおー、ナイスカサゴ。よいしょ、カサゴです。ナイスカサゴ、いいね。よっしゃ、あ、がっつり入ってる。よし、じゃあこいつは、よし、カサゴどうですか。いいサイズだね、20cm。 ちょっと一回キープ、キープします。君はカサゴ。よし、口開けて、口開けて。よし、お、なんか来ました。あ、エソっぺーな。お、お、ブルブルしてる、ブルブルしてる。ん、なんか違うぞ、エソじゃねえか。あ、バレた、あ、バレたっぺ。いや、エソだ。ジグにエソ。はい、バイバイ、バイバイ。なんだ、ジグにも来るのね。ブル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 ってこうしてたから、もしかしてなんか味的なやつかなと思って期待しちゃったじゃねえかよ。ちょっとこんな横着していいのかな。あの、サビキを置き竿にしてます。鈴とかつけちゃおうかな。で、こっちの竿で、ジグをやっていこうと思います。大丈夫、絡まんないよね。今日流れないからね、そんなに。こっちはこっちも 30g のジグで、お、なんか来た。ん？違う？お、やっぱなんか来た。なんか上がってくる。でも全然引かねえ。おお、うわ、ミノカサゴ。どうする、全然。こいつ毒あんだよな、確か。お、あ、バラしちゃった。あ、でも胃袋が。ちょっと待って、あれ、帰った？あ、帰ったね。